して、イスラム教、ヒンズー教、仏教、そしてキリスト教、4つの教会が全部同じストリートにあって、まさにハーモニーストリートと言うべきところがあります。およそ30分ぐらいで全ての寺院を回ることができるので、ちょっと行ってみたいと思います。ハーモニーストリート、平和を象徴しているので、そこもこのジョージタウンが世界遺産になった要因の最大のポイントでもあるそうです。では行ってみましょう。レッツゴー。ビタンクリンモスクです。今コーランが鳴っております。綺麗なピンク。こちらは福徳精進院でございます。わー、すごいチャイニーズですね。中国人の方たちのコミュニティの場であり、文化遺産として認められているのがこの場所です。中国寺院の向かい側にはなんとヒンズー教寺院があります。こちらはガネーシャ様がいるスピマハマリアマン寺院。では入りましょう。ウェルカム。ヒンズー教寺院の中は撮影ができなかったのですが、初めてヒンズー教のお祈りしてる人を初めて見たので、すごく興味津々でした。なんか小さなこのようなですね、陶器のちっちゃいやつの中にろうが入ってて、そこに紐がくくりつけられてて、そこに火をつけてその火を溶かすような形をとってました。なんか仏教だと線香だし、キリスト教だとろうそくだし、ヒンドゥー教だとそういうこのちっちゃなろうそくのようなものなんですけれども、そうやってでもやはり火が大切になってくるんですね。そういうのも分かって、とても興味深いものがたくさんあります。再び仏教寺院です。ここは大きな広場のようになっていて、たくさんの人がいます。こちらもお線香とか、お供え物がたくさん売ってますね。本当にたくさんあるな。とても上の装飾が豪華です。最後がこちら、セントジョージ教会です。実はここ東南アジア最古のキリスト教の教会だそうです。2010年に改装工事を行ったため、このように新しいですが、東南アジア最古のキリスト教教会です。真っ白。メモリアルタワーが作られたフランシス・ライトさん、フランシス・ライトさんがこのペナントを発見した第一人者だそうです。でそのフランシス・ライトさんを記念して建てられたのがこの大きなタワーです。
つのストリートに様々な宗教施設がありました。ペナン島からマラッカへ移動します。インスタグラムもフォローしてね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 See you next trip.